ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会生放送スペシャルドラマ、楽しいショッピング、出せちゃったかしら。うん、全然。今日晴れてよかったね。遊びまくろうね。今からそんなにはしゃいでたらバテるわよ。心配ご無用だよ。カリンと遊ぶのにバテるわけないじゃん。さ、レッツゴー。どこから見る？雑貨屋さんと古着屋さんかしら。スポーツショップも行きたいな。確かに新しいダンスシューズが欲しいわ。アイさんはジャージが欲しい。じゃあこういうルートはどう？このルートなら行きたいとこ大体回れると思う。ルートね。カリンのおすすめルートってある？ううん、それはアイに任せるわ。うん、じゃあプラプラ歩きながら気になるもの見ていこっか。あ、ちょっとアイ、どこ行くの？このチョコ専門店、新しいお店なんだよ。へえ、カカオ 80% のチョコレート、ヘルシーでいいわね。チョコクレープとかドリンクのテイクアウトもあるんだよ。クレープの方もカカオ含有量が高くてちょっと大人の味なんだって。シェアしない？仕方ないわね。やったー。あー、美味しかったわ。クレープの中にドライのイチゴが入ってるのが良かったよね。そうそう、甘酸っぱいのがいいアクセントになって。他のも気になるからまた来たいわ。またアイさんと？どうしよっかな。またアイさんと来ようよ。じゃあ私がここでいっぱい食べちゃったこと内緒にしてね。するする。で、次来た時は他のメニューも全部制覇しちゃおう。いいわねそれ。ねえアイ、このお店見てもいい？もちろん。おしゃれな古着屋さんだね。あ、この帽子かわいい。見て見て、どう？似合うわよアイ。私はこの帽子が気になるわ。似合う？いいね。こういうのモードって言うんだっけ？カリンにすっごく似合う。ありがとう。モード系は得意なの。あ、ほら見て、こっちのアクセサリーと合わせると、しずくんちで見た海外ドラマに出てきたセレブみたい。あ、ちょっと似合うって言ってよ。鮭を加えたクマ？お姉ちゃんへのお土産にしようかな。別のにしなさい、アイ。あ、ほら、これとか。木彫りのクマ、かっこいいじゃん。かっこいい…かっこいいと言えなくはないけど、美里さんへのお土産なら…そう、フラワーベースなんていいんじゃない？ほら、これなんてどう？お花なしで飾っても素敵だし、お花を生けてももちろん素敵よ。そっか、じゃあこれにしようかな。それがいいわよ、それが。見て見て、今日1万5000歩も歩いてる。さすがにちょっと疲れたわね。でも楽しかったね。いい買い物もできたし。そうね、また明日からは部活一筋よ。うん、今日買ったジャージ早速着ようっと。ん、
今日ジョージキヨットダジャレも決まった。もうそれはちょっと厳しいわよ。アイ、ダジャレも明日から頑張りましょ。